皆さん、こんなに大きくなりました。長い間待ちました。みつこです。いいよ。わあ、硬い。おう、わお、こんな感じです。かなりナメクジとダンゴムシにやられてますね。消毒をしてないから、わお、ありゃりゃ。消毒をしないと本来はこんな姿ですね、野菜たちは。うい、どこまでナメクジがいますかね。OK。OK。あら、もう落ちてますね。意外といいかも。よいしょ。あ、ここに一匹いますね。なんということでしょう。わ、でも美味しそうね。やわくて。あら、なんかこんなの。よいしょ。よしょ。よしょけ。自分のキャベツを食べるのが楽しみです。きっと甘くて美味しいでしょう。今年は少ないね、うん、あんまりなってない年かな、ならない年かな。そうそう、ね、ブラック、うん、行こうか。はい、食べたよ。あら、ありがとう。あ、なんか割れてるのがあるね。でかい。ざっくり洗います。汚れを落とすだけです。そして1時間アク抜きでお水につけます。よいしょ。この間のマテです。ちょっと佃煮風に今日は炊いてみますね。そしてこれは兄が取った貝なんですけど、もう剥いてしまいました。こんな感じで入ってますね。これはお昼にぬたか酢醤油で食べます。ここにめっちゃ砂があります。砂地に住んでます、この貝さんたち。ここにめっちゃ、こんなにたくさん砂を含んでます。食べれたもんじゃないですよね。わお、
から山椒ぬたを作ります。あー、めっちゃ香りがいいです。お庭にあるので幸せですね、山椒の木。はい、三温糖ですね。あ、天才糖ですね。そしてはい、味噌です。川添の実家の味噌ですね。そしてこれはすし酢で、甘くはなってるんですけど、ちょっと多めに作りたいのでお砂糖、天才糖を入れました。出来たての山椒ぬたでちょっと味見をしてみます。わあ、美味しすぎて気絶しそう。美味しい味を入れます、昆布だしに。はい、鰹節も隠し味で入れてみましょう。風味がすごい。我が家のキャベツを投入です。嬉しいな。焼肉のタレで食べます。一緒にここで入れちゃうと水っぽくなるので味が薄くなるんですね。なのでもう食べるときにそれぞれがお皿の上にかけます。お父さん、はい、できました。はーい、よいしょ。あ、いい匂いね。あ、作ってくれてありがとう。はい、美味しそう。じゃあ、いただきます。これかけてください。あ、やりぶったら、うん、で、これはこれね、山椒ぬたで食べます。煮し、煮し、うん、美味しそう。いただきます。キャベツうちのですよ。うんうん、うん、うん、いらなくて美味しいよ。うん、美味しい。美味しい。久しぶりに食べた。めったにね、チャンスがないもんね。うん、ようあったね。うん、兄が取ってくれたからね。私たちは取れないもん、待ては取れても、うん、この待ては取れた時取った。うん、待ても美味しい。うん、
マテも佃煮も美味しいよね。うん。ぬか漬け。うん。甘い？うん。めっちゃ美味しいな。うん。1時間経ちましたので水切りをしてます。1キロに塩を2合 360g ですね入れてつけますので重さを測ります。1キロあるかな。わ、ぴったんこ。よし、はい、360g。うわ、360ないかも。これ200入れとこうかな。とりあえずあっただけの 200g 入れます。後ほど買い足しして入れますね。360、あと10、160です。減塩もいいんですけど、昔からの漬け方、母に習ってたやつがやっぱりいい。あのカビとか心配しなくていいので360の塩を入れたいと思います。